アヤトリアダ遺跡アヤトリアダは古代ミノア文明の集落の遺跡である。アヤトリアダはクレタ島南部中央の突き出した岬の西端に一致する。東にはファイストス、低地にはメサラ平野が広がる。アヤトリアダからは他のいかなるミノア遺跡よりも多くの千文字、永年度板を出土している。重要な出土物にはアヤトリアダサルコファガス、資料の杯付き、収穫者の壺がある。 アヤアトリアダ出土の千文字英年度版アヤトリアダは、クレタ島の南部中央、海抜30から40メートルのところにある。ファイストスからは4キロメートル離れており、メサラ平野の西端に位置する。遺跡は、ミノアの宮殿ではなく、上流層の町であり、王のビーラであったかもしれない。紀元前1450年の破局の後に町は、再建され、紀元前2世紀まで人が住んでいた。 その後、遺跡の近くに、ローマのビラが作られた。近辺には二つの教会がある。一つは、人の住まなくなった村のアヤトリアダ教会で、もう一つは、ベネツィア共和国時代に建てられたアヨスイエオルイオス教会である。有名なアヤトリアダサルコファガスアヤトリアダは、近くのファイストスと共に1900年から1908年にかけて、 フェデリコ・ハルブヘルト・ルイジ・ペルニエの率いるイタリアのアテネイタリア考古学学校のグループによって発掘された遺跡には町と小型の宮殿両者のための古代の排水設備初期ミノアの円形墳墓が含まれる集落は初期ミノアから後期ミノアの火災までの時代様々な形態で使用された考古学者はクレタ人の生活現場を描いたサルコファガスを 発掘した。これは今までに発見された唯一の当時の石灰岩のサルコファガスであり、ミノアの葬儀を物語る一連の情景を持つ唯一のサルコファガスでもある。しかし、ミノアの信仰は紀元前14世紀にクレタ島を占領したミケーネ人のものと混ざり合っている可能性がある。サルコファガスは本来王子の埋葬に使われた。 サルコファガスの長編の中央には、お牛の犠牲の様子が描かれている。もう一つの長編の左側には冠をつけた女性が二つの壺を運んでいる。彼女の傍らには蝶衣をまとった男が七弦のリラを演奏している。これは古典ギリシアのリラを描いた現存最古の絵画である。アヤアトリア脱出度、収穫者の壺。イラクリオ考古学博物館像彼らの前では別の、 女性が、壺の中身を別の壺に移し替えている。おそらく死者の霊を呼び出すためであろう。お牛の血が再現する死者の再生に使われたようである。この情景は、死者が血を必要とするというホメーロスの記述に似ている。右側には、動物と船を手にした三人の男が、腕のない男の方に進んでいる。死者が贈り物を受け取っている様子を表すものとされる。 船は死者が次の世界を旅するためのものである。ミノア人の信仰では、海の向こうに死者のためのエーリュシオンの島があり、そこでは肉体を離れた霊が、元の体とは異なるがより幸福な体を得られる。ラダマンチュスがエーリュシオンの裁判官であり、この考えはオルペウス教よりおそらく古い。クレタ島のいくつかの祭りは、ギリシアのものと対応していたようである。 クレタで発見された収穫者の壺あるいは脱穀者の壺には農作業が描かれている。この壺は最終宮殿時代のものである。男たちが二人ずつ並んで叩き棒を肩に担いで歩いている。指導者は縁取りのある神官のような服を着て棒を手にしている。楽団が彼らに同行しているが、その一人はエジプトのシストルームを演奏している。ありがとうございます。